こにゃーにゃーちーわー、みーやんです。あー寒いです。毎日毎日寒いです。最低限のことしかやっていませんでした。すみません。緊急事態です。ミイラになっちゃいました。しかもまあ一つぐらいはしょうがないなんて考えていたら、なんと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 あちゃ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 。あはは。1,2,3,4つミイラになっちゃいました。やばいやばい。光が足りないのかな。水が足りないのかな。どっちみち、あっちじゃダメだから。保温室2号を改造しないといけません。緊急事態です。寒くても頑張ってやるしかない。もうこんなミイラはごめんです。ごめんね。とりあえずお安いのだけだからまだいいけど、お高いのはちょっと勘弁ね。ああ、頑張ります。頑張ります。寒いけど頑張ります。保温室第2号。これね、塔を立派に作りすぎたせいで、歪んじゃって塔が閉まりにくくなってたのよ。原因は、このフレーム。フレームは安っちいのを使ったから柔らかくてね、ダメでした。だからこのフレームを硬い木で作ります。これは桐なんです。塔で作っているやつは普通の木、普通の木にこの桐したらもう耐えられないの分かってるんだけどね、軽いからいいかなと思ったけど甘かった。頑張って作っていきます。どうぞ。完成しました。所要時間約1時間。ほとんどネジとテープだけで固定しました。もう色も塗ってませんけど、これでいきます。すごい。この木、800円。これで廃材とかも使って、なんとかくっつけました。あとは、お引っ越しです。頑張ります。引っ越し完了です。もうほとんどテープだけで固定。みんな思ったよりも弱っててびっくり。ピンクピーチ、ちょっとやばい。もしかしたらダメかも。ロシータ3代目、もうミイラになってほしくないです。これで大丈夫とは思うけど不安いっぱい。今何個？ 2,4,6,8,9,10。今18。
冬はもうこれで頑張って乗り切ってほしいです。ライトもなんとなくこの木で固定これでミイラにならずになってくれたらいいんだけどね。では今日はこの辺で、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ささっと作った割にはちゃんとできてるはず。以上です。